はい。はい。短期決戦です。3月22日、4時31分です。路列回ってるかふふ。<laughs> えーっとですね。ちょっと待って。えー、FX 超初心者入門ということで、右も左もわからない、今から FX を始めようとする人のために動画を撮っています。 はい、あちょっと待ってコメントを消さないとごめんね前回次回はいろいろなローソク足の話をしようと言っていたのですがやめましたうん今回は口座解説に講座解説にはボーナスがありますという内容でお話ししますあのね やはり重要なことからお話しした方が見ている人も飽きないですからね。さて、大体いい講座解説するとボーナスがついてきます。10年前は講座解説して条件を満たすことで2万円とかもらえる案件がありました。DMMFX だったと思います。今は4000円ですね。特に今4000円なの。DMM。DM DMM。ほら、4000円。特に FX の講座解説はたくさんもらえます。講座解説はポイントサイトからしてください。有名なところだとハピタスね。これ。これハピタスっていうサイトなんだけど。ハピタスと a s んモッピー、 モッピーっていうサイト。モッピー,、えー。モッピーとゲットマネー。ゲットマネー。でね。えー、変なポイントサイトだとポイントが少ない場合がありますので獲得、獲得ポイントをよく確認してください。ポイントサイトで FX と検索するとたくさん案件が出てきます。とりあえず FX と検索する。 そうするとね、DMM とか、みんなの FX とか、マネーパートナーズ、GMO クリック証券。お GMO クリック証券なんか5000円だよ、うん。3000円。インバスト。セントラル端子,子 FX8000 円とか。これもね、あのーうん、たまにね、あのー、増額されてるやつもあるから。3200円が8000円になってたりするわけ。 そういうのもね、狙い目。これ、500、講座解説プラスログインで 500, 500円っていうのは、あんまりあれだけど、よ45円なんもう話にならない。これ、なんか、これ関係ないね。なんかね、そういういろいろあるから、例えば、モッピーだと、モッピー JFX は、8000円とかさ、 9000円とか、広瀬通商9000円とか、200円、二百円の9000円とか、あ、2万円あるね。セントラル通商セントラル単ン FX の場合はさ、条件がきついんだよな、これな。200万通貨以上の取引完了。60日以内に200万通貨以上の取引完了。でも初回入金10万円とかないから、あれだね。60日以内に200万通貨取引しないといけないんだけど。 セントラル端子 FX。これね、あの、条件がね、いろいろあるから、うん。一応、あの、確認してください。その、条件が達成できるやつを、あの、から解説していってください。で、今言ったのは、あの、今言った FX の講座は国内業者ばかりです。うん。国内業者ばっかなんだあの、ハピタスとか、 今言ったポイントサイト経由のやつはね。で、キャッシュバックされて、さらにあの取引量で、なんかキャンペーンがあったりするわけで。取引量で、あのー、キャッシュバックみたいなのがあったりするから。まあ、国内はそういう感じなんだけど、国内はレバレッジに25倍なんだよ、あのー。25倍の取引ができる。で、実は海外業者、F、海外 FX 業者の方がボーナが、ボーナスがたくさんもらえます。 海外の場合は、現金キャッシュバック、現金のキャッシュバックじゃないのですが、口座開設すると2万円のクレジットがもらえたりします。クレジットは出金できないボーナスなのですが、証拠金として使えます。入金しないでもトレードできるのです。そのボーナスで稼いだら出金できるようになったりします。それに、海外の FX 業者には100%入金ボーナスというものがあります。 稀に200なんてものものあります1万円入金すると100%の場合は1万円入金すると2万円の証拠金でトレードできます1万円の現金と1万円のボーナスさらに取引量に応じてキャッチバックされる仕組みもありますタリタリとか FX マイレージとかそういう業者があるんだけど海外の方が美味しい案件が多いですただリスクもあります 海外の FX 業者は大体日本の金融庁の許可を得ていません。なので、いきなり取引ができなくなる可能性もあります。可能性もあります。ちょっと待って。あります。 また本店が本店がある国でライセンスを取得していない業者もあります。いわゆるいわゆる怪しい業者もたくさんありますので注意してください。そこら辺は自己責任でお願いします。そういう新しい案件が出てきたら私のフラッチの実況でもお知らせします。軍資金がなくてもお小遣い稼ぎをしたいという人はとりあえずポイントサイトの案件をいろいろ登録してみてください。 結構な額のポイントがキャッシュバックされます。一回限りの案件が多く、一回登録してしまうと終わりなんですけどね。それでもやらないよりはマシです。リスクとしては、個人情報がダダ漏れになってしまうということですが、あまり気にしない人にはいいでしょう。神経質な人にはお勧めしません。とりあえず講座解説ボーナスがある,ことあるということを覚えておいてください。これを知っておかないと損します。はい、今回は以上です。 ご視聴ありがとうございましたではまた神々だったね